はい、どうもスタッフ健太です。今日は1月の27日、金曜日となりますね。Vlog スタートとなります。ちょっと髪の毛が濡れてるような状態なんですけど、ダッシュでですね、雪かきしていました。はい。もう大雪リターンズという感じでですね、てんやわんやの新潟県長岡市でございます。今朝もですね、朝4時起きから、家とお店のですね、雪かきをしまして、合計でですね、だいたい90分後ぐらいのですね、雪かきトレーニングで、まあ、余った時間でこのですね、YouTube を撮影しております。まあ、今ですね、8時前なんですけど、まだですね、これ除雪車がお店の前に入っていないんで、お店の前の道がですね、これてんこ盛りの雪の状態になってるんですね。まあ、ここから、まあ、除雪車がこうバーッと通るとお店の前がですね、雪の壁になりまして、雪かきが始まります。はい。まあ、この後ですね、営業前にまた一汗かいてダッシュで仕事をしていきます。はい、よろしくお願いします。さて、今日はお話がですね、2つありまして、1つ目はですね、ロードバイクのポジションについてのお話、これまたリターンズということで、まあ、昨日ですね、ちょっとフィッティングをさせて いただきましたお客様のですね、ちょっと お話をしていきたいなと思っております。こちらのですね、お客様、まあ、おそらくいろんなパーツを交換しまして、まあ、例えばサドルを変えたりとか、シューズを変えたりとか、まあ、クリートの位置もチェックしたりとか、なんかいろいろやってみたけど合わないと。で、ポジションを少し、まあ、変えてみた感じでですね、この1年ほどポジションのですね、沼にはまってしまったお客様のですね、バイクフィッティングをやらせていただきました。まあ、そのですね、この1年ぐらいサドルをなんか何個も変えてみたり、ポジションをいろいろ変化させてみたりですね、まあ、いろんなことをやってみたということでございましたが、サドル一つですね、購入するよりも、フィッティングを受けた方が安く最適な答えを導き出すことができましたということでですね、サドルを何個もですね、変えたことをちょっと後悔していたお客様でございましたね。はい。ポジションがですね、これ全く、まあ、適正な感じじゃないと、まあ、どんなですね、これサドルを選んだとしても、いろんなパーツを選んだとしても、これね、結構ダメなんですよね。まあ、サドルは特にそうなんですけど、違和感を感じるというか、まあ、何個もですね、これサドルを交換している方って結構多いかなと思うんですけど、実はですね、これポジションが合っていないところでサドルを交換し続けているという方が多くなってまして、まあ、これ悪循環なんですよね。実際そのポジションがしっかり合ってると、サドルをですね、いろいろ試しても、あ、これ合うなとか分かるんですけど、ポジションが合ってないとですね、どんなサドルを選んでもなんか違和感を感じてしまうということでございます。で、同じですね、思いをされている方いらっしゃるのではないでしょうか。もしですね、そんな方がいらっしゃいましたら、まあ、フィッティングのですね、ご予約をお願いいたしますということで、告知ですね。はい。一応当店でですね、購入されている、自転車を購入されているお客様であれば、オーバーホールとのですね、これセット価格で7500円税別でチェックをすることができます。激安ですね、これ。うん、通常のですね、これいろんなフィッティングメニューあるんですけど、まあ、いろんなお店でまたね、ちょっといろいろ違うかなとは思うんですけど、当店でですね、やっておりますものはもう簡易的なものフィッティングでございまして、ただですね、私のこの10年ほどのですね、ある程度知識と経験とというところでですね、きっちりチェックをさせていただいております。当店のお客様であれば、オーバーホールとのセットで7500円で、オーバーホールとセットでなくてもですね、これ1万5000円税別で見ることができます。はい。約ですね、1時間から90分ぐらいのメニューではあるんですけど、チェックできます。そして、他店でのバイクご購入のお客様でもですね、これ2万円でチェックすることができますので、このですね、冬迷ってる方、ポジションにちょっと違和感を感じてる方いらっしゃいましたら、この冬の間にですね、フィッティングを受けてみてください。お問い合わせはですね、一応こちらの、
動画の詳細欄にメールアドレスを貼っておきますので、いろいろですね、ちょっと打ち合わせをしていきましょう。よろしくお願いいたします。で、今回はですね、こちらのそのフィッティングをされたお客様、ちょうどオーバーホール前にですね、フィッティングをお願いされておりまして、まあ、ちょうどですね、この乗れない時期に最適なですね、フィッティングだったと思います。で、オーバーホールでですね、これ、まあ、いろんなパーツ、ワイヤーなど消耗部品を交換するので、ポジションがしっかりこうバチッと出たところでですね、適切なそのワイヤーの長さに交換が可能となります。結構ね、これポジションを変更するとワイヤーが足りなかったり、すごい長い状態でなんかかっこ悪くなったりするんですけど、まあ、このですね、オーバーホールの時期というのがやっぱ最適な時期なのかなと感じております。おそらくですね、これ春の乗り出しから楽に長い距離を走れると思いますので、楽しみにしていてください。オーバーホールの完成まで今しばらくお待ちください。よろしくお願いいたします。続きまして、ちょっとお願いのお話。このですね、ちょっと1ヶ月ほど、YouTube チャンネル、まあメインチャンネルとかサブチャンネルでですね、見ている方から、まあいろんなですね、これご質問のメールをいただいているんですけど、よくある、あるあるなんですけど、これ遠方の方でですね、これ相談の内容が、まあ全く当店でですね、これ購入されないものというものが多くございます。まあ質問の内容の中でね。他店で購入するんですけど、こういう風なアドバイスが欲しいとか、なんかそんなですね、ちょっと無料のですね、アドバイス的なものを求めているのかなと思うんですけど、大変申し訳ございませんが、他店ご購入のお客様、その他アドバイス的なですね、内容、まあ無料でちょっとアドバイスをしてくれという内容に関してはですね、全くお答えできませんので、ご了承いただきたいなと思っております。まあ、ただですね、まあ、このような感じで相談に乗っていただきたいという方は、まあ、多いのは事実でございますので、もしですね、これ有料制でもよろしければ、まあ、ご相談をですね、受け付けようかなと考えておりまして、今現在ちょっと検討中でございます。オンライン決済でですね、だいたい30分とか1時間とかですね、30分いくら、1時間いくらみたいな感じで相談を受け付けようかなと考えておりますので、まあ、気になる方はですね、ちょっとまたこの後、相談させていただきたいなと思います。こんな感じで、ちょっと相談に乗ってもらいたいなという方いらっしゃいますでしょうかね。まあ、受けてみたいなという方はですね、これ、まあ、電話でも OK ですし、まあ、例えば Zoom とかで、まあ、顔見ながらですね、マンツーマンでお話をすることもいいかなとは思いますし、まあ、ただお客様の中ではですね、これ Zoom を使ったことない方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、いろんな方法を考えていきたいなと思っております。まあ、自転車のですね、購入のアドバイスだとか、パーツの相談、あと、まあ、例えばポジションに関して、まあ、見てないんで何とも言えないところではあるんですけど、いろんなですね、これ自転車の悩み、いろいろあるかなと思いますので、まあ、相談受付サービスみたいなことをですね、ちょっとやってみたいなと考えております。まあ、本当ならですね、これお店に来てほしいところでもあるんですけど、遠方の方だとなかなか厳しいなというところでございますので、そんなサービスも検討中でございます。もし興味がありましたら、コメント欄にですね、よろしくお願いいたします。30分1時間ですね、みっちりお話をさせていただいて、しっかりとですね、アドバイスをさせていただきたいなと思っております。はい。という感じでですね、大雪で結構大変な雪国の自転車屋でございますが、本当ありがたいことにですね、オンラインショップのご購入だとか、まあ、いろんなですね、その他サービスをですね、受けていただきまして、大変ありがたく思っております。遠方の方もですね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、1月27日金曜日ですね、ダッシュで雪かき、プラス仕事頑張ります。それではまたアップします。